はい、どうもカードショッピングの表の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、赤短パンということで、まあこいつですね。新カード、どっかで使いたいなと思ってなかなかね使う機会なかったんですけども、ソルフィムです。こいつはね、4マナ54、まあ、この時点でもね悪くないんですけど、あなたがコントロールしている発生源が対戦相手や対戦相手がコントロールしているパーマネントに戦闘ダメージでないダメージを与えるなら、それは代わりにそのプレイヤーやパーマネントにその2倍の点数のダメージを与えると。はい、要するに稲妻の一撃が6点になるということですね。はい、戦闘ダメージ以外が倍になるということなんで、ね、火力がね倍になっていきますね。それが非常にね、バーンデッキを面白くするんじゃないかなと。そしてさらにこいつがね、1マナとファイマナ2つ、赤のファイマナですね、が2つ、これでカード2枚捨てると。で、これの上に破壊不能カウンターを1個置くと。はい、まあ非常にね、強い、赤のね、火力底上げにね、非常に有効なカードなんじゃないかなということでね、バーンデッキ組んでみました。もう火力増し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 という感じです。で、まあ手札補充と、さらに、パンチ力上げるのにね、機械化戦も入れて、はい、リセット火力も入って、さらに土地も殴りに行くと。はい、まあそんな感じの構築になっております。さあ、それではね、早速、やっていきましょう。はい、プレイ。7枚でキープします。うん、これでいいか。エスパーか。めんどくさそうですね。さあ冷やせて、どうだろうな。今の感じだとカウンターないんじゃないかな。鏡割りの銃はなさそうですね。ジェイス、多いのかな。さあ、だ、とりあえずジェイスを置きましょうか。さあ、これでターン終了。エスパーフレンズですかね。殴れるんだったら殴っていくか。さあ、アタック、フォローを送るか。I'm not overconfident. You're just underwhelming.
まあ、それは仕方ないな。さあ、聞き時期がなんかもう全然役に立たんぞ、これ。おお。なかなか厄介ですね。さあ、稲妻の一撃。さあ、アタック。まあ厄介だね。Become subdued. さあ、鏡ありの具は使います。まあ、ちょっとソルフィムがあんまり役に立つ場面ではないです。I've made it just in time. My blade has no equal.さあ、2枚捨てます。なかなか突破できないですね。これ厳しいな。さすがにマイナスしてくるか。カード引く方を選びましたか。
さあ、ドック。さあ、稲妻の一撃。とりあえずジェイスは倒す。なかなかきついぞ。さあ、ダック。リリアナに一時的封鎖か。面白いのは面白いか。はい、大変ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行で、まあ、これでキープですかね。さあ、土地出してターン終了。相手はオルゾフかエスパーか。さあ、なんか出てきた。さあ、ターン終了。ライフゲン系のデッキか。炎めぐみの稲妻追放しときます。さあ、鏡割りの偶話、まあ、この手のタイプのデッキは並ばなければね、大したことないんで、並ばんように気をつけよう。さあ、2枚捨てます。おお、これ難しいな。打ち出して殴ってでいいか。さあ、機械化戦。さあ、アタックで宝物出るんで、まあ、ブロックはしてこないでしょ。さあ、抹消する稲妻。ターン終了。そうか、エドガーか。まあ、気にせず突っ込んでいくか。さあ、だっ。そこは仕方ない。だ、こいつらで6点いくからね。
ストアタック。これで本体飛ばして、大体さんありがとうございました。さあ7枚でキープします。あ、ボロス。このネグの稲妻で追放していきましょう。佐藤くん出していきたいですね。まあどっちでも。むしろ捨てるか。さあ考察、そして殴っていく。さあドラゴンエンジン、ダメか。先に打つのは打たんとダメだね。1マナ足らないや。スタートアップ。さあ機械化戦、まあ、まだ国別は飛んでこないですからね。次のターンで一気に削っていこう。連続で。さあドラゴンエンジン出していく。さあカード引きます。そして殴っていく。さあ火遊び本体に3点。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。カタンバーンということでね、はい、この新カード、なんて読むんだこれ、上乱のドミヌスソルフィムかな。このソルフィムをね使いたくて、はい、デッキ組んでみたんですけども、まあこれと機械化戦組み合わせてね、なんかダメージ増し増しで面白いかなと思ったんですけど、なかなかこれを使うタイミングがなかったっすね。なかったね。むしろちょっと邪魔で、偶話で捨てたりしているぐらいだったんで、難しいな。そう、結局黒の除去とバウンスに弱いから、
ハンド2枚捨てるっていうデメリットがね、破壊不能をつけるデメリットがめちゃくちゃでかすぎて、使いづらいというか、使うタイミングがなかなかないというか、だいたいこれなくして火力入れた方が強いんじゃないかなっていうね、もうなんか本末転倒なんだけど、使った結果としてはそんな感じだったな。なんかで使いたいなとは思うんだけど、難しいね。難しいね、難しいけど、まあ、結構火力増し増しデッキ、相手のデッキにはよりますけど、いい感じに戦えるんじゃないかなと。ミシュラの鋳造所とかね、非常に強いんで、機械化戦とも相性いいですしね。はい、まあ、カタンバーン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。